民進党新緑風会の平山幸子です。まずは森友問題について経済大臣にお尋ねを申し上げます。先日の経済産業委員会でお伺いをしたとき、大臣は確かに安倍昭恵夫人には経済産業省から出向という形で職員が言っていますが、出向したその後、その2人がやっていることに関しては内閣官房に聞いていただかないと経産大臣としてはお答えしかねるとおっしゃっていました。で、現在はその方経産省に戻ってきておられるということで間違いないでしょうか。世耕経済産業大臣、経済産業省の職員として現在仕事をしているということは事実だと思います。平山幸子さん。はい、私は何も彼女を追い詰めるつもりも批判するつもりもありません。女性でしかもノンキャリアでいらっしゃって、総理大臣夫人好きという大役を任せられるということは、よほど期待、それから、信頼があるのではというふうに推察をいたします。で、彼女は与えられた職務に対して全力で取り組まれて、おそらく心配りをした結果ではなかったかと思います。で、まだまだ男社会のこの現代におきまして、経産省には非常に優秀な女性の方がたくさんいらっしゃって、私も何人かお目にかかってお話もさせていただいておりますけれども、同じ女性として非常に心強く思いますし、また私も頑張らなくてはいけないなという元気もいただいているようなところでございます。で、女性だからというのではなくて、私は大臣というのはその省に勤める職員は家族同然であり、その家族を守るために全力を注いでいただけるものだと思っております。その大切な職員の方がある意味では利用されてしまった今回の一件で、大臣としては非常に腹立たしく思っていらっしゃるのではないかなというふうに思います。その大臣の率直な今の思い、感想をお聞かせ願いますでしょうか。世耕大臣、利用されたとかですね、いろいろ主観的なことをおっしゃってますけれども、いずれにしても内閣官房に出向していた期間におけるですね、本人の、仕事ぶりとかですね、どういう思いだったか、これはもう内閣官房でお答えいただくしかない。内閣官房のことを私が忖度して答えるわけにはいきませんので、そこはやっぱり経済産業省と内閣官房という、これは仕事がしっかり分かれてますので、そこはよくご理解をいただきたいというふうに思います。その上で申し上げますとですね、本人は実は彼女は私の中学高校の後輩でもありまして、よく知ってます。食事も何人かで一緒に行ったこともありますし、当然私官房副長官やってましたから、彼女の仕事ぶりも見ておりました。現在もですね、経産省でも非常に真面目で優秀な職員であると上司たちは評価をしているようでありますし、夫人好き時代もですね、海外行った時なんか本当に大変なんですよ、夫人好きっていうのはですね、そういう意味で海外しくお仕事をされてたというのも、よく印象に残っております。今後ともですね、彼女にはしっかりと職務に当たって成果を出していただきたい、期待をしております。平山幸子さん。はい、私今回の問題はですね、国有地が国民の納得いく理由なく異常に安い価格で払い下げられたということ、そして残っていてしかるべきこのそこに至る経緯、この書類がないということが私たちが、書類が残ってないということですね。で、それから私たちが散々申し入れても民間人の参考人招致には慎重であるべきとされながら、総理の名前が籠池氏から出た途端に侮辱だと言って承認喚問すること、それから閣僚が国会の答弁で絶対ないというふうに言っていたことが間違いだったと分かった途端に、お詫びして訂正いたします、それから都合が悪くなると記憶にございません、分かりませんと、これ私すべてが問題だと思いますけれども、今回の一連のことによって今政治家がますます信用されなくなっているのではないかと。で、その政治そのものが多くの人から信用されなくなってしまう、これ私非常につらいと思います。で、政治家なんて誰がやっても一緒じゃないかとか、政治誰がやっても変わらないのではないかというふうにこのように思われてしまう、このことこそが一番憂慮すべきことじゃないかなと私は思っています。ですから与党野党、これはもう関係なく、私たち政治家はもちろんですけれども、国家公務員のみならず地方を含めた公務員全員ですね、今回の一件を契機としてきちっとこれ襟を正すべきだと思います。
国民に納得できる説明、それからお詫びをするべきだと思うんですが、この点については大臣いかがでしょうか。世耕大臣、政治家なんて誰でもいい、あるいは総理大臣なんて誰でもいいっていう時代もありましたけども、それは安倍内閣になって私は相当変わってきたと思いますよ。誰でもいいわけではない、やっぱりきちっとした適材適所っていうのがあるというのが今国民の思いではないかというふうに思っております。その上でですね、今ルルご指摘のあった承認の件ですとか参考人の件、これは国会でお決めになることであります。また価格が適正であったかどうかということについても、これは理財局がですねきちっと説明をしてきていると思いますし、もし問題があるんであればこれは会計検査によってですね問題が明らかになるということだというふうに思っておりますので、経済産業大臣としてここは個人的な感想等はですね述べる立場にはないということを申し上げておきたいと思います。平山幸子さん。はい、まだまだ国民が納得いっていない、しっかりと説明をなされていないという思いがたくさん、国民が思っているということだけお伝えをさせていただきたいと思いますし、今後真摯な対応をお願いしたいと思います。